単糖とは、それ以上加水分解されない糖類である。単純糖とも言う。単糖は、複数の糖が結合して、多糖を形作る、際の構成要素となる。一般に、水溶性で結晶性の無色個体である。単糖は単一のポリヒドロキシアルデヒド、または、ポリヒドロキシケトンと言われる。話を簡単にするために、ここで扱う単糖は、炭素、水素、 酸素しか含まないものとするが、担当の中には、窒素、リン、硫黄を含むものもある。担当の持つ官能元は、ヒドロキシ元と、アルデヒド、または、ケトン元の2種類である。直鎖構造と環状構造それぞれについて一家に説明する。一般的な担当分子の骨格は、枝分かれのない炭素差である。そのため担当の砂上構造といえば直鎖である。 この項の中では単に単糖といえば直鎖構造のものを指す。単糖の置換器に含まれない炭素を除けば、すべての炭素はヒドロキシ元を一つだけ持っている。そして炭素を含む置換器はアルデヒド元またはケトン元であり、このことから直鎖の単糖は二つに分けられる。すなわち、アルデヒド元を含む単糖を、アルドスアルドス、ケトン元を持つ単糖を、 ケトースケトースと呼ぶ。酸素原子と二重結合でつながっている炭素を、末端に持つものを、アルドース、内部に持つものをケトースと覚えれば、見分けは簡単につく。D グリセルアルデヒド一般に、すべての担糖は1個以上の不正炭素を持ち、立体異性体を必ず持つ。担糖の不正炭素には、ヒドロキシモトと水素原子を必ず持つので、フィッシャー投影式において、 両基の位置を入れ替えればそれがエピマーとなる。カルボニル元から順位的に最も離れた不正炭素を基準炭素というが、それの立体配置によって生じたエピマーを区別するには DL 表記法を用いる。基準炭素の置換器は HOCH2OH、そしてカルボニル元を含んだ炭素差 R である。フィッシャー投影式において CH2OH を 下、R を上に配置したとき、ヒドロキシ元が右に来る場合を D 型、左に来る場合を L 型と呼ぶ。D、または L を化合物の名前の接頭時とすることで、それが D 型か L 型を示せる。例えば、左のグリセルアルデヒドは D 型の D グリセルアルデヒドであり、エピマーの L グリセルアルデヒドは O と H の位置が逆である。担当のほとんどは、 環状構造であり、水中では分子内、ヘミアセタール、ヘミケタール構造を取りやすい。この時の核構造を特にそれぞれアルドース、ケトースと呼ぶ。この構造変化は平行反応であり、平行を通して起こる立体異性化を変遷光と呼ぶ。具体例はグルコースの光を参照。担当はヒドロキシ元を多数持っており、 同じ化学式を持つものにおいても多数の異性体が存在する。これらの異性体は全く異なる性質を示す。レオキシリボースなど一部の例外はあるが、概ね素性式 c n h にのんで表され、N イコール5のものを5担当、N イコール6のものを6担当と分類する。特にグルコースは生体にとって重要なエネルギー源である。ありがとうございます。